Good morning, everyone. 英語がわかると医療がわかるの35回目、アシデミア。アシデミアというのはどういう意味でしょうか、これはですね、酸欠症という意味です、このエミアとかっていう言葉が結構あるんですが、このエミアとかデミアとかっていうのは血液のとか血液中のっていう意味があるんですね。ですからアシデミアというのは血液が酸性に傾いていますよというのをアシデミア、酸欠症というふうに言います。では例を見ていきましょう。二酸化炭素がたまるとアシデミアという理解でいいんですよね。さあ皆さんご一緒に、二酸化炭素がたまるとアシデミアという理解でいいんですよね。まあ、これの辺はですね、出直し看護塾の、血液ガスのセミナーに来られた方はですね、まあ、コンコンと喋っておりますので、まだ参加されていない方はですね、ぜひ出直し看護塾の血液ガスのセミナーにね、お越しいただければと思います。では以上で終わりにしたいと思います。Have a good day!